東京都健康プラザハイジアは東京都新宿区歌舞伎町にある超高層ビル。大久保病院に隣接してある高層ビルとして知られる株式会社ハイジアが運営。老朽化した都立大久保病院の跡地を都の土地信託事業として資金の調達、建物の建設、建物の賃貸及び保守管理を信託銀行が行い。 その成果を土地所有者に信託配当として交付する仕組みで整備された。ハイジアは都立大久保病院、業務施設、歌舞伎町周辺の地域冷暖房プラント及び歌舞伎町交番を組み込んだ施設として建設され、1993年4月30日に竣工した。総事業費は約434億円。建物は病院棟と 業務棟の二棟からなり、その間をアトリウムと空中廊下で接合させた。業務棟は地下4階3階の一部に地域冷暖房用のプランと地下3階2階に駐車場、地下1階から7階には各種ショップのほかスポーツクラブやフィットネスクラブなどが入居し、上層階には各種オフィスが入居している。名称のハイジアとは、 ギリシア神話に出てくる医学の神アスクレーピオスの娘で衛星を司る女神、ヒュギエイアに由来している。ありがとうございます。